3月13日月曜日、亀井1ヶ月ぶりのテレラジアラ文書です。皆さんどう過ごしてましたか？私はですね、この機会に見たかった映画をゆっくりと見ていました。そう、私にとって一人でゆっくり過ごす時間が宝物なんですよね。そんな充電バッチリの亀井がお届けするテレラジアラ文書始まるよ。時にはテレビ、時にはラジオ、テレビとラジオのいいとこ取り、街とつながり、みんなで作る情報バラエティ、テレラジ。改めましてこんばんは、ナビゲーターの亀井里奈です。今日もよろしくお願いします。さあ、オープニングでも話しましたが、私にとって大切なのは一人でゆっくり過ごす時間なんですよね。皆さんが大切にしているものは何でしょうか？ぜひ聞いてみたいです。ということで、今週のメッセージ募集テーマはズバリ、私が大切にしているものです。小さな頃から大切にしている思い出の品はもちろん、ゆっくりできる家族との触れ合いの時間など、皆さんが大切に思っていることを教えてください。それでは早速メッセージを一つご紹介したいと思います。クローバー探偵さん、ありがとうございます。大切にしているのは旦那さんと付き合ってた頃にプレゼントしてもらったアルバムです。これからもたくさん思い出を作っていきたいです。素敵ですね。いやもうこれからもね、たくさんの思い出を作っていってください。皆さんもぜひ大切にしているものをハッシュタグテレラジをつけてツイートお願いします。それではまずおなじみこちらのコーナーからです。テレラジオンライン、街とつながり、人とつながる、この番組のメインコーナー、テレラジオンライン。3月13日月曜日19時31分、街の声は文京区関口から。地蔵通り商店街の中で空き家化していた古民家をリノベーションした建物、小日向31番地。東京メトロ有楽町線江戸川橋駅2番出口から歩いておよそ5分の場所にあるこちらの建物の2階に、今回ご紹介するスペース、そよや江戸端があります。今回のテレラジアラ文書では、オンライン、フォト、グルメのすべてのコーナーをこちらそよや江戸端さんの話題でお届けしたいと思います。ズームをつないでお話をお伺いするのは、そよや江戸端の志保あかねさんです。それでは早速お呼びしましょう。志保さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。志保さん、早速なんですけども、そよや江戸端さんはどういった場所なんでしょうか？はい、ここはですね、アートスペース、レンタルスペース、喫茶室の3つの機能を兼ね揃えた場所として運営してます。建築、アート、そして街をつなぐ出会いの場を目指してます。出会いの場なんですね。そんなそよや江戸端さんは、こちらお名前にはどういった意味があるんでしょうか？はい、そよや江戸端は地蔵通り商店街という中にあるんですけれども、この地蔵通りっていうのがですね、明治の初期に神田川が氾濫した時に、どこからか流体が流れ着いた子育て地蔵を地元の方が祀ったことっていうのが由来になってます。私たちのスペースも江戸の端っこでそよそよと吹くですね、こう風のように身を委ねて日々流れて変化していきたいっていうふうに思ってます。あと、そうだそうっていうふうに驚いたり同感したりするときに発する古典の言葉で、掛け声的な意味も含んでます。掛け声的な意味もあったんですね。はい、あ、じゃあ、そうそう、きっかけで、どんなきっかけで誕生したんですか？はい、ここのお店のオーナーがですね、経営している工務店で空き家化していた建物を改装したことがきっかけです。新しくこう生まれる一つの空間が、この地蔵通り商店街を含めた街にどういった作業をするのかっていう効果を試して、そのプロセスを体験したいと思ったそうです。たくさんの思いが詰まってるんですね。ぎゅぎゅ。こちらはギャラリーでもあり、レンタルスペースでもあり、喫茶でもあるんですよね。あ、でも喫茶はこの後のテレラジグルメでご紹介させていただきますので、ギャラリーとしてのそよや江戸端のお話をお聞かせいただけますか？はい、コロナの前はですね、東京芸大に在籍する学生の絵画展示だったり、現代アートのインスタレーションを行ってました。最近だとチンアナゴカフェとかカエルカフェなんかの面白いイベントも行われてます。またクラフトジュエリーの展示販売なども年に一度開催してます。いや、もう聞いてるだけでね、もうすっごく気になってきます。
そうだ、あのちなみになんですけども、志保さん、はいはい、ちょっとお伺いしたところによりますと、あの他に新たなスペースが計画されているそうですね。はい、はい、そうなんです。あの斜め前のスペースでですね、建築と美術に関する専門的なストアを4月頃オープンする予定です。ここそよや江戸端は、そこに来る人々のこう憩いの場として、食やお酒を楽しむ飲食営業にこうなおさら力を入れていきたいなと思ってます。で、当店の入り口はこう裏路地に、あ、路地面に面しているんですけれども、お隣のおしゃれなヘアサロン、七月さん、そして新しいスタワー、そしてここのお店とこう3軒が並んで、神楽坂に抜けるこの裏路地をユニークにしていきますよ。ああ、いいですね。あの、お話を聞いてるとですよ、あの、とっても幅広く活動されてるんですが、あの、はい、そよや江戸端には何人くらいスタッフさんがいらっしゃるんですか？はい、今は10代から70代まで、大学生を含む10名程度が在籍してまして、SNS フォロワーは7万人という大人気のスイーツ作家のソヨンちゃんだったり、美術大に通うアーティスト、それから建築を学ぶ学生、あとは中国語堪能のバイリンガルさん、そして70代で現在、グアテマラにですね、語学留学に行っちゃってる女性なんていう、こう多種多様な様々な人が集まってます。いや、本当に多種多様な方たちで、なんかとっても楽しそうですね。はい、めちゃくちゃ楽しいです。あ、いいですね。あの、志保さん、ではですよ、そんなそよや江戸端は今後どのような場所を目指していくんでしょうか？そうですね、あの建築、そして美術、食、あとお酒などこう文化を継承するだけでなく、発展させながら地域活性も視野に入れて、こう町と人々をつなぐ場を目指してます。で、ここの江戸川橋はもちろんですし、文京区、あとちょっと大きく出ますが東京ですね、もっと面白く、あと人々が豊かな時間を過ごしていただいて、こう楽しんで集まる場所の一役を担いたいなと思ってます。あとこうちょっとコロナでね、静まってしまいましたが、インバウンドでこういらした方が、ご外国の方々にも、ここでこう日本文化をですね、こう楽しんでいただければなとも思ってます。そよや江戸端に関わる人々、私たち、自らが能動的に動いて、あと仕事を作り出して、自分のやりたい仕事とか、子育てとか、そういったことをこう並列にしながら働くだったり、個々のライフスタイルに合わせた働き方もできたらと思ってます。もうちょっと広範囲になりますが、日本の将来も見据えて、日々の生活を楽しむことができる豊かな場を目指しております。ありがとうございます。あの、それでは最後になりますが、テレビをご覧の皆さんにメッセージの方お願いします。はい、そよや江戸端があるこう地蔵通り商店街は、来ていただくと分かると思うんですが、下町風情もあり、それでいながら昔ながらの老舗から、あとこうおしゃれなお店もこう一緒にあったりとかして、こうブラブラと街歩きしてるだけでも楽しい、お買い物をこうふわっとなんとなくするつもりなかったのに思わず買ってしまうみたいな、そんなときめきが来るためにあります。毎月、第4日曜日にはですね、青空マルシェが開催されてまして、あの、私たちそよや江戸端も自家製の食品販売だったりとか、あとちょっと遠方になりますが、富山県南砺市の物産品販売、あとは三名学、占いですね、なんかの多様なコンテンツでも出展してます。今後もあのいろいろ多岐にわたる活動していきますので、応援どうぞよろしくお願いします。はい、亀井も全力で応援しております。志保さん、本日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今回のテレラジオンラインは、文京区関口1丁目にあるそよや江戸端の志保茜さんにお話を伺いました。続いてはおなじみテレラジフォトのコーナーです。今回のテレラジフォトもそよや江戸端から、2月12日に開催されたイベント、カフェ&バーチンアナゴの模様をスタッフさんと参加した方が撮影した写真でご紹介します。皆さん、チンアナゴってご存知ですか？砂から顔を出してゆらゆら揺れている海水魚の一種です。そんなチンアナゴに癒されながらお茶やご飯が楽しめるイベント、カフェ&バーチンアナゴが2ヶ月に1日だけそよや江戸端で開催されます。今ご覧いただいているのは2月12日の模様。この日はチンアナゴ好きのお客様およそ80人が来店。チンアナゴカクテルやチンアナゴスイーツなどこだわりのメニューと一緒に、心ゆくまで目の前のチンアナゴを満喫していました。2ヶ月に1日だけオープンするカフェ&バーチンアナゴ、
次回は来月4月9日日曜日に開催だそうです。皆さんもぜひ上質和モダンな古民家とチンアナゴのコラボを味わってみてはいかがでしょうか。ということで今週はそよや江戸端で行われたイベントカフェ&バーチンアナゴをスタッフさんと参加した方からお寄せいただいた写真でご紹介しました。さあ続いては私も大好きなこちらのコーナーですよ。テレラジグルメ。アラブンチョ地域の美味しい情報をリポーターがお店にお邪魔して生放送でご紹介するテレラジグルメ。今回はグルメも文京区関口から。オンラインでもお伝えしました通り喫茶そよやさんをご紹介します。リポートしてくれるのはグルメリポーターの金子みやびちゃんです。早速お呼びしましょう。やーびちゃん、アラブンチョ、みやびちゃん、はい、やびちゃんことカネコみやびです。こんばんはお願いします。あれやびちゃん今外にいるんですか。そうです。先ほどテレアジオンラインでもご紹介がありました、こちらそよや江戸端さんにお邪魔しております。こちらは古民家をリノベーションして作られているみたいで、入り口で靴を脱いで実際にお家にお邪魔するように上がっていくんです。早速行ってみましょう。いいですね。その入り口からもワクワクしますよ。この急な感じの階段も古民家らしくてなんかワクワクしますよ。こんな感じなんですね。お邪魔します。しほこんばんは。しほさん、紹介していただくのもしほさんです。また出てきました。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですが、喫茶そよやさんのこだわりを教えてください。はい、はい、のコンセプトでもいい、あのオーナーがですね、建築関係ですけれども、オーナー自らがここの古民家をリノベーションしました。そしてこう地域の人々のハブになればなと思っておりますし、あのこの商店街ですね、あの地域になっていますか、たくさん飲食店があるんですけれども、はいはい、そういった飲食店さんのこう食事を積極的に取り入れたり、地域に根ざしたお店にしていきたいと思ってます。古民家で生まれる交流ってすごくワクワクしそうですよね。おっしゃるって上質な空間で美味しいものを食べてると話に花が咲くんですよね。素敵な瞬間です。それでは本日紹介していただけるグルメをお願いいたします。はい、ご紹介します。まずこちらおまんざいセットでございます。今ですね、1,2,3,4 もお種類並んでおりますけれども、はい、あのこういった形であの来ていただく回によってこう変わってくる内容もあるんですけれども、うん、あのこういった味噌、モッツァレラ、あのメープルトマト、そして広島の、いろいろ用意しております。メープルトマト、はい、こちらのトマトチョコですね。メープルなんですか。味噌ついてますよ。すごい。そしてこちら、はい、柚子酒ですよね。はい、そう、万歳と一緒に楽しんでいただく、今は柚子酒かおすすめの日本酒で選べるようになっております。はい、ありがとうございます。私アルコールがあまり得意ではないんですけど、はい、果実酒は意外と飲んだりしまして、そんな方にもこちら、はい、美味しそうこの風味もね、香りが漂って、はいはい、いただいていきたいと思います。いいな、香りいってらっしゃい。うわー、おいしいですね。さっぱり。これから夏になっていて暑くなってくると思うので、すごくちょうどいいですね。いいなそしては次におばんざいいただきたいと思います。まずは、ではさっき言っていたメープルのトマトちゃん、メープルのトマトってなかなかないですよね。ですね。わあ、いってらっしゃい。美味しそう。どうですか。しみます。なんか酸っぱさもありながら甘さもあって、なんかもっと食べたくなっちゃいますね。そしてモッツァレラもいただきたいと思います。だいぶ人気ですね。はい、いってらっしゃい。どうですか。クリーミー、味噌とこっちはもう
クリーミーと味噌が巻き終わっちゃった。こちらをまたいただくと最高ですね。はい、クラリンも楽しんでいただけると思います。ありがとうございます。次にこちらおすすめのデザートをお願いします、はいはい、もうやっぱり食事した後はスイーツ行きたいよねということで、うん、自家製カッサータでございます。カッサータってなかなか食べる機会がないんですけど、そうなんですよね。あのカッサータっていうものが、うん、こちらのレシピの感じですと、鍋だ、チーズと生クリームをベースにしたアイスケーキになってます。アイスケーキなんですか。見ていただくと分かると思うんですけど、ゴロ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 いるあのドライフルーツとピスタチオちゃんのチーズなんですが、うん、この滑らかなあのアイスケーキが口の中で溶けるかと思ったら、このナッツたちが転がってある私はずっと楽しんでみたいと思います。これはですね、お菓子作家のソヨンちゃん、はい、先ほど紹介した SNS 大人気のソヨンちゃんのレシピになっております。はい、おー、クリーミー、わっ、釣り、わー、いいですね。いってらっしゃい。遊んでますよ。遊んでます。遊んでます。すごい、さっぱりしてる感じなのか、はい、クリーミーなのか、うん、どっちなんだろうって思ってたんですけど、うん、すっごいクリーミーで美味しいです。はい、そのクリーミーさがもう優しい、これレースをかけられてる、いや本当に優しい、美味しい、素敵、ありがとうございます。営業時間はこちらになってます。ちなみに先ほどテレラジュことでもご紹介していたカフェ&バーちんあなごさんの店主、失礼しました、店長でもあるんですよね。店長です。チンアナゴもやってます、ね。かわいい。チンアナゴポーズこれですよね。あ、角度がこう、もう少し柔らかくして。この柔らかさ、なるほど。手先の柔らかさが大事。大事です。かなり特訓がありますんで。わかりました。チンアナゴが大好きなんですよね。そうなんです。この空間、チンアナゴたちがゆらゆらしてるのを皆さんが見てるっていう、だいぶシュールな空間なんですが、もうそれがまた癒しでした、ね。最高ですね。最高でございます。それでは皆さんに一言お願いいたします。はい、ありがとうございます。あの、ソヨやエドバターはですね、からも地域の方に楽しんでいただけるようなイベントをやったりとか、あの地元の方と交流していきたいと思ってます。メニューも新しくどんどんしていきますので、ぜひお気軽にですね、遊びに来ていただけたらと思っております。はい。本当に全部美味しくって、他のメニューもいただいてみたいので、私もまた行きたいと思います。お待ちしてます。はい。それでは、現場から金子みやびがお送りしました。カメリさん、お送りします。はい、ありがとうございました。いや、とっても楽しそうでしたね。テレラジグルメ、今回は文京区関口1丁目にある喫茶そよやさんからお届けしました。ここで皆さんからいただいたメッセージをご紹介しましょう。テーマは私が大切にしているものです。ユッキーさん、ありがとうございます。時間です。いつ何が起きるかわからないので、何気ない日常を大切にしていきたいと思って過ごしています。そうですよね、時間ってさ、ほんとあっという間に過ぎてっちゃうんですよね。皆さんもこれからも大事に過ごしていきましょう。バーベ BBBBQQQQQQ さん、ありがとうございます。食事の時間です。美味しいものを食べれば日々の疲れやストレスもきれいさっぱりなくなる気がします。わかります。私もね、やっぱ疲れたなと思ったらね、美味しいものを食べるともう一気に元気がもりもりになりますもんね。これからもたくさん食べよ。ありがとうございます。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。ここで番組からお知らせがあります。来週のこの時間は特別番組、ものづくりの街荒川を放送いたしますので、テレラジアラ文庁はお休みになります。そしてテレラジアラ文庁、次回は3月27日月曜日です。担当は私、亀井となります。お楽しみに。ということで、そろそろお別れのお時間です。さあ、ここでそよや江戸端の皆さんをまたお呼びしたいと思います。しほさん、やびちゃん、ありがとうございました。もしかして、あ、一緒にみんなしてチンアナゴポーズ決まってますね。ありがとうございます。あ、スタッフの方もありがとうございました。それでは最後にみんなでさよならをしたいと思います。今週のテレラジはここまでです。次回はあなたの街とつながりたい、テレラジアラ文庁、せーの、またねー。